渡辺治む渡辺治む昭和7年10月15日は、明治期の官僚、政治家、小六位、訓四等、伊予国和軍、岩谷村生まれ、15歳で、宇和島に出て、南洋学校に入り、1881年、慶応義塾本科を優で卒業、中外商業新興記者となり1882年、農商務省御用係となる。 1884年外務省に展示、1896年特許局審判員となり、後藤新平が定身大臣となるやちぐいを受けて、定身初期間となり、日清戦争の役の功により金500円を貸しされる。長崎郵便電信局長在任中の1902年9月、同年4月に、 市政死亡した佐世保市の初代市長に就任したが、市議会多数派との関係が円滑を欠いたこと等から一期、勤めたのみで1九0 6年四月に退任した。市長在任中に、郷里の愛媛県において、衆議院議員に選出され七期勤めた。その他、愛国婦人会、日本赤十字社、大日本武徳会、水難救済会、大日本水産会、会員駅済会等に携わり、 大正11年には立憲声優会の品子卒団の団長として南北ナを見分し帝国経済会議員等も務めた。ありがとうございます。